いちごと甘酒のスムージーを作ります。洗ったいちごはヘタを切って、飾り用に色の綺麗なところを輪切りにして、コップに刺す用の切り込みを入れます。他のいちごはミキシング容器に入れてくださいね。ここに甘酒をよく振ってから入れてミキシングします。最後にコップに注いで、飾り用のいちごとミントを添えれば完成です。甘酒は飲む点滴と言われるほど高い疲労回復効果があります。いちごは美肌や風邪予防の効果、忙しい人の朝におすすめです。ぜひ作ってみてね。